ホリエモンチャンネル。こんにちは、上田高美です。はい、寺田由紀です。ということで本日も質問に答えていただきたいと思います。それでは今日の質問です。現在外国人バックパッカーを対象とした宿泊施設を経営しています。かっこドミトリー形式のホテル。夏休みシーズンは観光地からも近く、多くの方が泊まりに来てくれてたのですが、夏休みが終わると客足はパタリと減ってしまいました。そこで売上を伸ばそうと簡単なイベントを仕掛けたりしています。その様子をブログにアップしていこうと思っていますが、堀江さんなら客足が伸びないシーズンの宿泊施設をどう改善しますか。経営者として情けない質問ですが、ご教授よろしくお願いします、という質問です。はい、今日も質問に答えていきましょう。はい、ということで本日のゲストご紹介します。一休ドットコム代表取締役社長榊潤さんです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、質問の回答からいきます。はい、私はこう答えました。おそらくその観光地に激しく依存していると思われますから、無理してオフシーズンに稼がず、むしろ思い切ってクローズするくらいが良いのではと、うん、だからやっぱこういうのってなんかみんなすぐこうさっきの不動産を生かそうじゃないけど、うん、空いてるからそこをなんとか生かそうとかと思って、うん、いろんなこと手出すんだけど、大体だからあれだよ、寿司屋のランチ営業みたいなもんだよ。だから、まあ、僕の知ってる知り合いの寿司屋は、あ、寿司屋じゃねえ、フグ屋さんはもう天然フグの季節だけ営業して、うん、半年営業して半年クローズ、うん、その間世界の食べ歩きをしてると、うん、で食べ歩きをしていい料理とかをこう、料理人さんも同じで、料理の経営者とかって他の店あんまり行かないんで知らないですよ、情報を。なので、まあ、何かちょっと話ずれたんだけど、要はクローズしよう、もうね、オフシーズンはね、オフシーズンは思い切って遊んで暮らせ、遊んで赤字覚悟でやったりするより、うんうんうん、と思います。クローズしてね、潔く行きましょう。いや潔くっていうか、クローズしてなんか自分たちで遊んだりとか、他のなんか宿泊施設とか回ることによって新しいアイデアが生まれてくるかもしれないじゃないですか、うんうん、ということです。うん、他のとこも勉強行けますしね。そう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 、うん、それぐらい頑張って、うん、あのシーズン中に頑張りましょう。シーズン中にね、はい、はい、ということで今日なんかちょっと一休さんの話してないですけど、はい、一休さんの話は、いやいやいや、もう一休さんに関係する話ですよね、これすごく、うん、そうですね、これ、うん、我々もこういう場面によく直面するんですけど、やっぱりこう我々としてはよく考えたいことは、バタッと減ってしまうのはニーズがなくなってきてるっていうことなので、うん、なんかこうニーズがあるんだったらそれを押せるんですけど、うん、ニーズがないものを押すっていう時にやっぱプライスになっちゃいますよね、うん、で旅館さんの場合は食事の原価がかかるんで、プライシングで戦買いにくい業態さんだと思うので、うん、今堀江さんがおっしゃったのは一つの大きな選択肢、うん、で実際にこうそういうふうにやってらっしゃる旅館さんもあるので、うん、そうだ、例えばさっきの陣屋旅館さんもそうなんだけど、週休2日とかなんだよ、うんうんうん、旅館って毎日営業してるイメージない？あります。っていうかもう休みないですよね。でしょ、うん、だけど陣屋さんって2日ぐらい休んでる、なんか水木とか休みになる、みんなで火水と、うん、そう、みんなで、あ、持ち回りで週休2日取ってるわけじゃなくて、うん、旅館自体が週休2日ですか？そうなの。あー、珍しい。それはそれ決めてらっしゃいます、日付？確か、私がよくお伺いするのは、あんまり予約が入ってない日にもう休みってしちゃうんですよ。例えば一部屋しかお客さんがいないと電気つけて板さん呼んで、全員お風呂沸かして、お風呂も沸かさない、だから全館クローズがいいので、こう入ってない入ってないって先の日取りを見ながら休みってしちゃうと。いや、前夜さんはもう本当に決めてるみたいです、はい、あ、 それはむしろ従業員対策らしいんですよ、はい、だから従業員がもうビシッて2日休めるってなってないと、はい、友達と遊びに行くとかそういう予定が立てられないらしいんですよ、はい、シフト制になってて、まあまあね、火曜日休みとかだったら火曜日休みでも決まってるけど、不定休だと、はい、いや来週は金曜日と月曜日だっけみたいな感じになったりとかもするんだって、変わってみたいなこともあって大変でしょうしね。そう、そうそう、だからそれビジって休みにしてまあおっしゃる通り、水道光熱費とかその風呂のボイラー代とかその人件費とか全部カットされるんで、実は収益売上は下がるんだけど、
あの利益率上がるんですよね、はい、一部屋とかだったらもう絶対的に損ですもんね、うん、だから本当満室かゼロかどっちかがいいっていうのはまあ旅館の経営から見るとそうかなと思いますね、はいはいはい、なのであのすごくたくさん出たと思うのでぜひ参考にしてみてください、はい、それでは最後に告知をお願いします、はいはい、ありがとうございます。あの高級な宿とあのレストランの予約サイトをやっております一休と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、ぜひ皆さん一休で調べてみてください。そしてこの番組が面白いと思ってくれた方チャンネル登録お願いします。あと堀江さんの回答に賛成か反対かの、アンケートも答えてみてください。あとメルマガ登録いただきますと堀江さんが全質問に答えてくれますのでぜひ皆さんメルマガ登録お願いします。はい、それでは本日もありがとうございました、はい、全部この街に詰め込んだらいつかみんなの光になって輝けるメルマガ登録はこちら。チャンネル登録もよろしくね。どう？